起こしちまだろうが。走れるか。その辺に落ちているライフルを拾って応戦しろ。行かせるか。生身でオブジェクトを破壊するなど、この悪魔め。どうやらあのワフマニア本当にできる召喚らしいな。おい、あんな一方的な通信を真に受けて本当に来る召喚なんて私くらいのものよ。覚えておけこの増票ども。ここまで来て死んじまったら俺らバカだろ。まあね、フローレディアさんは俺たちを信じてここまで来てくれたんだ。その期待に応えるぐらいしないとな。行こうミリンダ姫。あのオブジェクトに生身の公平が勝利したか。オブジェクトと戦争そのもののあり方が変わるかもしれないな。あの人たちには私たちがオブジェクトと同じくらいの化け物に見えたのかもしれないね。だな。これが戦争だ。先に白旗を無視してそのことを思い出させてくれたのは連中なんだ。